皆さんこんにちは、おはようございます。松本町でございます。さあ街道 G スタイルサード、第10戦ということで、街道 G スタイルサードも残すところあと3戦となりました。ただいまの3枚数が、7777枚を目指しつつ、プラスの1万8000枚ございます。1万8000枚の、おおよそその半分ぐらいがですね、三宅ナビの、番長3の誤爆、そして自分の嫁という、形ですので、なんとか、家に帰ってね、怒られないように頑張りたいと思います。だいたい皿洗いをした後にシンクの水を拭かないって怒られるので、はい、とにかくね、非常に助っ人の皆さんが心強いというか、みんなもうやっぱ全員がタコ出しして帰りますから、街道 G スタイル僕以上の収支を来た人全員が残してると思うんですよね。フェアリーちゃんもそうですけど、もう三宅ナビ君もそう、やっぱこの二人やっぱパチスロコここから見ると、あそこ本場の味バンコクタイまで書いてあるんですけど、あれは最後の一文字ラじゃないですよね。そう、平君がいたんですけど、まあ平君はもうちょっと僕もしばらく見かけてないので、まあ、もしかしたらちょっと海の方に。はい、そんなこんなで、前回はお祭り状態だったわけなんですけども、私の今日の番号が121番、いつも通りの番号を引いております。いつもだったらまあまたやってしまいましたなという感じなんですが、今日はまあ休日というのもあって、400人ほどの方が並んでますので121番、9大点じゃないかなと思うんですけど、それでは街道 G スタイルサード第10戦実戦頑張ります。ありがとうございます。あ、すごい、バッチ&フェアリン、ご結婚おめでとうございますということでですね、すごい雑なノートにマジックで書いた、番組とみんなからプレゼントがあります。お、何でしょうか。青、赤、どちらか選んでください。青がかっこ激レア、赤ガンマルラって書いてあるんですけど、どうがガンプラ以外に考えられる、プレゼンテーターお願いします。やべえ、やばい、うわ、俺今日一番びっくりした。大学やん、街道 G スタイルで粘るー、粘っていく、はい、そりゃそうじゃん、赤ガンプラなんだろう、だってもうガンプラやんだって。ちょっと、な、あ、そう、あ、そうなんだ。え、ちょっと待って、ガンプラ欲しいの？ガンプラ好きなんだっけ？あ、じゃあそういうことか、でお前のギャラがそれでやってことでしょ。ああ、なるほどなるほど、じゃあ僕、じゃあ青でいただきます。はい、選ばされた意味が全くわからないんだけど、うん、いいです、ね、いいです、いいです。はい、どうぞ。だってガンプラ欲しいでしょ、はい、お前これマジ外れだったらお前もう承知しねえからな。お前この流れでお前外れ入ってるのか、マジゲスの極みだからね、マジで。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もう今もうギリギリで平君があのめでたい雰囲気に持ってったのがすげえ嫌な予感がする。チャラチャチャチャラチャラチャ、これを皆さん多分欲しいやつ。あ、そう、お金。おお。まだガンプラの方が良かったんすか。いやいやいや、僕ね、サッカー好きだから、サッカー好きなんだけど、僕の好きなチーム大体ユニフォーム赤なんだよね。いや、来たな、おい、来ました。いやいや、いいよ、いや、まだここまではいい、まあ、マリモジャパンやってますよ、マリモさんも仲良くしていただいて大先輩だね、プレゼントだっつうんだろ、なんでマリモなんだよ、後ろが。俺の名前やろ、ここ普通思いっきりマリモって書いてあるじゃないか、お前。こっちも開けますか。うん、いや、どうぞ、平君がもらえるやつでしょ。うん、いいよ。ほんだよ、お前これめっちゃ真剣に今日は勝つぞみたいな雰囲気して茶番を。嘘でしょ、すごい、
マジか、結構ショック。任天堂スイッチとマリモジャパン結構ショック、敗北うん、あ、そうなの、本当に、え、これ本当にもらえるんですか。おお、よかったら、こんなにいいものもらってしまってありがとうございます。すみません、いや、お騒がせしました、すみません、ありがとうございます。頑張りましょう。いや、びっくりした。よろしくお願いします。よいしょー、あー涼しい。さあ、どっちにみんな流れてんのかな。絆は満席。あーです、凱旋はさすがに番長3がまだ取れるね。番長3行ってみようか。あ、取れねえや、開いてねえ。あ、この辺行くか。サラバ行ったのかな。よし、一応末尾も気にしてサラバンを一旦キープします。はい、それではですね、121番の入場で、撮れた動画、サラリーマン番長オスサラリーマン番長でございます。まあ意外と音ちっちゃ、ずっとリプレイ。あ、広角だ。これいけんのか。おっと、あ、広角だ。浅い設定変更で広角行くよ、確かに。他の機種も空いてたんですが、まあ設定推測はある程度効きそうで、かつまあそれなりのでかい出玉も、狙えるっていう理由でサラリーマン番長で、一応今日15日なので、末尾5を取りました。で、打ち始めてすぐに、広角示唆のリプレイのフラッシュが出て、シルクステージに行こう。まあ、前日閉店ゲーム数ちょっと分かりませんけど、おそらくまあリセットで間違いないだろうっていうことだと思います。ここまでね、僕もね、コン詰めてサラバン詳しいわけではないんですけど、まあ、よしよしぐらいは見ていけるだろうなと思っております。まあ、番長3出た後も結構島で残してる店も多いんで、特にグランパ大久保店さんは、まあ後ろに転生があって、転生と友があるように、でここも結構ね対象になったりする場所なんでね、しばらくそういえばサラバン当たりだったんじゃねえかって言ってねえなと思って、まあ、凱旋ハーデス番長3は、取れませんでした。朝一に、100ゲーム以内、まあ、すぐに雫ステージ以降は設定変更、かつ偶数の期待度も上がると。
で胸チャンス目はスルー、せっかくの広角でしたけど、おおほう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 、これもチャンス目対応。2つ目こっちで行くか、チャンスアップなし、あーいねえか、順調は終わってる、当たりはしない、まあ、まだ、まあ、前立腺ホール台がリセットの挙動が出るやつはほとんど全あのリセットしてあるっていう可能性もあるんですけど、一応リセットは効いてる、まあね、サラバンぐらいだとこうやって強めの日はねリセットかかるでしょうから、まあ、ほぼリセット濃厚なので、まあ、100ゲーム台はちょっとチャンスとしては低いですけど、200、400偶数のとこで、解除しやすい、いつもよりも当たりやすいモードへのマップになるので、なるべくもうあわよくばも200のところでボーナス引っ張って決めちゃいたいですよね。でそこからようやくモード以降設定接続になっていくかなと。だいぶくたびれました。平君のサプライズが一番体力使ったうわ平ちゃん、平君見てあんなにびっくりしたの俺初めてですね今まで。あいついいやつだな、クズだけどこの偶数のゾーンのマップなんですけど、まあ、普段は高設定、特に偶数ほど、まあ、6とかが、偉いマップ、当たりやすいマップが選ばれやすい、同じ広角だとしても、ただリセット時は設定差なくみんな高設定みたいな当たりやすい、広角マップが選ばれる。あ、これも全中行ってるじゃないか、行ってるな、対決と、特に17ゲーム前、17ゲームより前に、前兆が始まる、あの当たりやすいマップの方が、ガセ前兆が起こりやすいんですけど、今これ17ゲームを前半で起こってる、前半で起こってると基本的には、低設定機だと安いマップが選ばれやすいので、前半はなかなかガス前兆が起こりにくい、前半でガス前兆が起こるってことはいいマップが選ばれている証拠になるので、外れても高設定期待度が上がるし、期待度自体も高いっていう。ただ朝一に関してはそもそも、設定変更してあれば、当たりやすいマップになっているので、ここはガセるかもしれないし、ガセったところで、高設定の期待度が上がるわけではないっていう。いや当たっといてほしいですけどね、もっと間に合ってるね、26。あーしゃ、強中で頼むぞ、おい、演出が書き越えになればいきなりこういうとこで数ゲームでコップ出たりもする。書き換えにならなかった場合はこの前兆、ガセ前兆だった場合はこれが終わった後、さらに前兆が続いて当たることになる。カットインある、負ける、しずくで、ここで前兆にいるかどうか、ね、強チェリが当たってるかどうか、あ、いるか、どうだ、あー、いねえな、これマップ広角にいるだけで、クソチェリーは当たってないところで、弁当かい、ベル自体も、しっかり出てるので今のところやめる理由はないですね、当たってないですけど、男のこれは広角間に合ったかどうかは不明。
お滑り1個目さあ6なら40パー日本門突破は戦車にも憧れる偶数設定の方が日本門には行きやすい朝一の挙動から考えてもこれが一発でね二王門につながるようだといよいよ四六も見えてくるから頑張りますみたいな感じになってくる見たこれね13ゲームに大体会議室に行く驚き入りますいやそうだなおお行った二王門じゃーオッケーこれはやっぱり今のところですけど偶数設定の比較的上に打ち替えてくれたんじゃないのみたいな雰囲気が出てはいますよしあわよくばこれ入れちゃいたいですねすっげー苦手です二王も悪気がせえへんっていうタイプなんですけど基本は赤扉起こってます普通の二王もまずは扉を落とすところから始めるL で赤扉さあ赤扉ここだと今ちょっと2万がいきますよ現実的に検査押しベル押し順ベルで 10% 押すベルだと確定1枚約 20% 弱チェリー 50% 強チェリー 100% 最強チェリー 100% 弁当 50% 強弁当茶摘みもしもの 100% で他の外れは 4% ああチャンスパターンリプレイリプレイだとこれ 4% しかないですけどチャンスパターンが出てますね今日から得意になりましたありがとうございます先にいただきをゲットでございますまあ赤でしょうねパラッパーンつってよいしょいただきは鏡でいこうかよしさあ320ゲームから、いただきラッシュが始まってますのでどうでしょうかボーナスまで届こうと現実的に考えるんであれば400ゲーム以降なので上乗せを何回かぶちかましてゲーム数伸ばしてよし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 あジャックチェリーほらーない駆け抜けだー無念369ないよりはマシ程度仁王門もなしじゃあここから引き戻しを見ていくと同時に多分ゾーンに引っかかるので前兆だらけな感じになるとは思います強めおおおおおおレアコヤクすげえ引いてるぞこれはい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 さあどっちが出てくるかですねどうだろうな23ゲームこのまま普通に当たればいただきのような気がするけどでもマップでどうかぶりしてるんでボーナスだろうな多分チャンス目も引いてるしよっよーいボーナスの方でした、ボーナスですレア子役分があるから結構溜まってる気がするんだけどこのいう時に限ってすぐ波が出ちゃうくっそ赤下手くそだな相変わらずよしもう一回じゃあ自分でいただき引っ張っていきましょうかとおい終わんのかい終わったよ
高浦まで行ってかノーマルカットインですけど、カットインでって終わったわ。大体まあここで通常 A にいるのが、設定6だと 40% しかないと、いわゆる通常モード A のループが続くようだと6はさすがに厳しくなってくるっていう感じですね。一発で天国飛ぶのはね、言うても4回に1回設定6でも、あ5回に1回か 20%、 ただ 25% 天国準備でモード B に 12% 行くんでね、言うても、まあ、2回に1回から3回に1回くらいは、天国に飛ぶっていうイメージですよね、6は。はいモード A、 はいモード A、 はいモード A って言ってるやつはもう6は厳しくなってくる。駆け込んだ、いそうだなこれ。次が金なら熱い。あーいる、当たった、 OK 飛びましたね、多分いただきらしいよじゃなく、あーレインボーだ、ボーナス確定よっつって、ありがてー、87ゲーム持ち込み、悪くない、ここまで悪くないぞ、ここまで悪くないけど、まだ今のところ全く出る気はしていません。これはあると信じたい。赤だー。さあ2発目のビッグボーナス、ビビー赤 BB でございます。早い段階で、おい、いや弱え、チャンス目なんですけど、チャンス目が成立した中で多分演出一番弱いやつ、これは多分ね、こっからドデカナビとかが出ないと厳しいな、おそらくいない、今のチャンスは使ったと思う。安い、残念のね、もうあっか、稲妻からならねえかな、この上の稲妻柄になった場合は100ゲーム完走オア70ゲーム終了、設定6確定なんですけど、僕は今までサラリーマン番長、まあ、まあまあ打ってきたつもりでは言いますけど、両方とも1回もないです。100ゲーム完走も引いたことないですし、100ゲーム完走に関しては 3% しかないんですけど、よっ前方か、まあ、BB30 回ぐらい引きゃ1回は完走するという派遣さなんで、30回は引いてる、どう考えたら。大体まあここで終わるってしょうがないっちゃしょうがないんですけど、いただきは今回もなしと、いいひー、うんうん、悪くないね、天国ループ率は設定6は低いんだよね、 10% しかない、もっと早くボーナス引くチャンスも全然あったし、かつお滑る一発目で2王門で、幸いそれが当たっていただきラッシュ、まあ、引き戻しはなかったものの、当てたボーナスがおわ、しっかり多分一発で天国飛んだと A から、なので、まあ、今46設定46を想定して続行いたします。雫ステージに行ったけども、おおおお
まあおそらく肺の状態、肺のここで強チェリー叩き込みましたよと。こういうところをねしっかり当てていけるかどうかなんだよな。練習ドン、チャンス目分かな。相変わらずベルも出てるし、はい、これ貼ってっか。ムム、一番最初にチキン寿司、あーテントに戻った。これで3ゲーム継続確定。戻ったやろ寿司パシーンと。 OK、チャンス目かな、どっちだろう。チャンス目っぽいですけどね。よし、そうなるわな、それな。あー足りてた、青、チャンス目で当たって、おそらく前兆中に強チェリー等でポイントが溜まってったと。絶対にいただきまで入れる、頼むぞ。一応ね、225度バンダイ、まあ、僕の誕生日6月25です、結婚記念日25です、嫁の誕生日2月5日です、225バンダイ。いやー頼むぞ、継続しろよせめて。うわっ、うわ終わった。日本中ゲーム88枚。あった、うわもったいね。うまくいかんな、どうすればいいんだ。今モードのマップの振り分けを、参考にしようとしていたところですね。第一停止で次回予告発生、おそらく定格ですね。さあ問題はだ、これがジャックチェリーだと、コンセプトの規定のアップ。おお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 ジャックですね、定格のジャックチェリー。あー間違いないと思うな。ノーマル状態なので設定12だと 1.5% で、34だと 2.25 で、56だと 3%、 一応1と6だと倍あるっていう状況ですね。なので、まあ、4はあるんじゃねえかとやっぱり思う。はい、当たりと。706ゲームで、手応えはあるな。あとは出せるかどうかだな。しっかりと4つ、あー終わるか。でそれはリプレイ、残念無念、高菜でござった。いやー頼むぞ。よし、そろそろ一矢報いとかないと。いいね、悪くない、あるね、いいねって言いながら、6万相当の投資額を、払う羽目になる。
まあ、ここでまた A にいるようだといよいよ4かなっていう感じです。でここでもう一回天国なりモード A からしっかり抜けるようであればまだ6の目も残るという、そんな感じだと思います。あー滑るだい余韻大室。ちなみにね、おスベルが一番熱いんですけど、赤ならだと40%だったかな。おスベル 32.8%、 くー絶対ガセってる 32.8%。 今ダブルナビの左がベルだったんでかなりエースとしては弱いですね。あー、いない、いないな、これ。絡む。何かの間違いで弱い、やっぱり弱い。あー弱い、絶対そのまで。くそ、もったいねー。7枚大量にベルを引きましたが、残念無念、いただきラッシュはなし。おーい、2つ、これチャンス目が当たったかな、いそうだな。カー天国にかどっちかわからんけど、本前町のような雰囲気はひしひしと漂っております。よし、はい、これの次ドン、勝ってん、食堂だけど高速点滅、チェリーはいる、ジャックチェリー天丼で、あー違う、いるね、いるだろ、よいしょ、 OK。 さあどれで当たったか、39、延長ゲーム数的にはゲーム数、いわゆる天国ゲーム数というか、まあ、天国にいたと考えられるゲーム数ではある。バナナ、あれかわいく、いつも夏場を見てます。あ、ありがとうございます。あ、今、軽くんですけど、はい、チェリーからの小倉さんの勝敗と、ええ、追加客マスが追加からのチャンスを4回と今、仕掛けれました。あ、上ですね、じゃあ。まあ、丸投げなんか全部見たら結構あの浅いし、今高額スタート多かったんで、あ、それちょっと熱いかもしれない。ありがとうございます。窓2が強めと。確かに窓投げ2はね、朝一設定変更で高設定ほど高額行きやすいって特徴あるんで、朝の段階でかなり違和感を抱く可能性は大。C 大の感触も悪くない。びっくりするほどベル引けたね。うわ、くそ、チャンス目なんです、チャンス目 25% で当たるんですけど、演出が、あ、ここで抽選してるわけじゃないと思うんですよね、レバーオンで抽選してると思う、多分。どうだい、やっぱどれで出るか、どの演出で出るかで全然違うんで、平と部長のダブルナビの右とかだと、ね、かなり強い、これいねえ、もう引けねえ、 25% をまたスルー。あー
あるね。遠い、いただきが遠いなぁ。よし、絶対当てる。あー、しかも模倣に用門だ。この中押しだったら右押ししてやってったんですけど、ハイパーリノは 101% 引き出すためには10押しでいきます。でリーチ目とかは結構ね、いろんな出目です。あ、今遅れた。ちなみに遅れがあります。